りすぎやアイギス CS。 カスタマイズモード、ソロプレイモード、21世紀末、人類は突如、それから3世紀、東京シャードの防衛を担うイージスは民営化が進み、多くの私企業によるアクトレス産業が活発化していた。その一つ、鳴子坂製作所でアクトレスたちの隊長を務めていたあなたは、数々の実績により東京シャードアクトレス事業者連合、通称アライアンスの総指揮官となっていた。そんなある日、監督官庁であるイージスからアクトレス同士による模擬戦闘シミュレーションシステム CS 実証実験への協力要請が届いた。あの、 CS システムってどうなんですかね。アクトレス同士のチーム格ゲー？格ゲーってあなたね。3人チームの模擬戦、戦闘シミュレーションシステムでしょ。だから、要するにイージス兵器開発局が作ったバトルゲーみたいなもんでしょ。なんとなく雰囲気は分かりました。その試験運用を兼ねたトーナメントに出るんですよね、私たち。 CS プレ大会ね。将来的には競技化を目指すらしいわ。優勝チームにはイージス開発の新型ギアの優先配備、おまけに賞金もガッポガッポ。出ないわけがない。すごいっすね。 CS システム正式稼働後のイメージアクトレスに起用されるから、その契約金ってことらしいけど、もらっちまえばこっちのもんだ。取らぬタヌキの皮算よ。アライアンス各社に要請が行っているから、どんな強敵が出てくるかわからないわよ。でもどうせ目指すなら優勝ですよね。だね、鳴子坂ここにありってのを見せつけてやらねばな。ですね、毎日特訓しましょう。おう、まあ頑張りたまえ、四つゆくん。試験運用の期間は1ヶ月。トーナメントは中継されるみたいだから、みっともないところは見せられないわ。なん、しゃあない。やったるか。頑張りましょう。得意じゃないですから。でも二人とも
優勝を目指すって言っていたので、私も一緒に頑張ろうと思います。こんな私でも二人がいればきっと頑張れると思うから。なので隊長さん、私たち精一杯頑張るので応援してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ブラボー、